皆様、新年明けましておめでとうございます、2024年も僕の趣味チャンネルをよろしくお願いします。さて、2024年の一発目はこの BBM ベースボールカードプレミアム2023グローディーをねやっていきたいと思います。こちらはですね、超貴重なねカードが揃っております。なんたってこのワンボックスワンパック6枚入りだけのカードでございます。それではね、ドキドキしています。早速ね開封していきたいと思います。ではね、早速開けていきたいと思います。これがですね、なかなかね貴重なカードでございまして、なんとこれがですね、この方にこのね箱にたった1枚だけこれが入ってます。たったね1パックでございます。その1パックをね、まさかね私がねこれ開けようとしてますからね、早速ね開封していきたいと思います。まずはですね、こちらでございます。高橋宏人投手、中日ドラゴンズのねこちらがね 99C でございます。続きましてですね、この西武ライオンズのですね源田壮亮内野手のこちらがですね 99C でございます。こちらですね。でこの同じく西武ライオンズの蛭間拓也外野手のこちらがね、50C でございます。でこちらがですね、北海道日本ハムファイターズの野村勇希内野手の50C でございます。でこれでね驚いちゃいけませんよ。さらにですね、直筆サインカードがね、あります。こちらがね、オリックス・バファローズのですね、これは、現選手ですかね、の直筆サインカードでございます。こちらがですね、30C でございます。で、さらにですね、こっちですね、岸投手ですね、の直筆サインカードでございます。こちらがですね、10シリでございます。はい。なんと、このたった6枚で貴重なね、カードが揃っております。はい。以上で BBM ベースボールカードプレミアム、2023グローリーをね、終わりたいと思います。はいね、1月の今後の1月の予定ではですね、ちょっと量がね、少ないんですが、なんとかね、4回やりたいと思います。で総集編と、ちょっと気まぐれなショート動画もね上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さらにですね、僕の趣味チャンネルのおまけの方はね、このね、おせちもね、この夕飯動画に入れたいと思いますのでね、どちらもねよろしくお願いいたします。はいね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。今後とも僕の趣味チャンネルおよび僕の趣味チャンネルのおまけをよろしくお願いいたします。